ホールオフィスロビーベースメントレストランツ日本生命札幌ビルは北海道札幌市中央区北三条西四丁目に所在する超高層ビル2006年秋に地上23階建てのオフィス棟が敷地西側に竣工しついで2009年11月20日に札幌駅前通りに面する地上4階建ての低層棟がオープンした 北海道庁旧本庁舎の東にあった旧札幌第1合道庁舎の跡地を日本生命保険が2000年に45億円で落札し隣接する旧日本生命札幌ビルの敷地と一体化して開発する計画で都市再生特別地区の指定により高さ溶石率制限の緩和措置を受けたオフィス棟は北海道最大規模の延べ床面積を誇る オフィスビルとなることから、テナントの入居状況が注目されたが、大手企業を中心に入居企業を絞り込みながらも、竣工直前の2006年8月時点で、約80%の稼働率を確保、翌2007年4月までに賃貸部分が満室となり、テナントの新規募集を終了した。低層棟は、札幌市営地下鉄札幌駅と、大通駅とを結ぶ。 札幌駅前通り地下歩行空間と直結する商業アトリウムであり、2010年10月に愛称ノアシス3.4が制定された。1階エレベーターホールには、イタリアの高級家具メーカーであるカッシーナ社のソファが配され、その空間に花を添えている。すべて3階に入居。都市再生特別措置法の適用状況札幌駅。 大通駅周辺地域、札幌北4条東6丁目、周辺地域都市再生本部札幌中心部の貸し、ビル空室率9.17%読売オンライン、読売新聞社2006年8月4日、テナント満足度を左右する春行初期の、リーシング日経不動産マーケット情報、日経 BP 社2006年10月16日、満室5例賃貸スペース、 割高でも高い人気日清札幌ビル、北海道新聞社2007年4月4日、札幌駅前通り地下歩行空間について、札幌市市民ちづくり局総合交通計画部、札幌駅前地下歩道札幌市建設局土木部、ありがとうございます。